はい、皆さんどうもピーマンです。というわけで今回の実況ではウォッチランク強化していきますよ。 OK、 じゃあまずは手調子堂の天使の話をかけましょう。おお、気なすったな。そんじゃ改めてようこそ調子堂へ。では早速ウォッチ強化を始めるぞ。よろしくです。と言いたいところだが、その前に一つお前に頼みがある。嘘んでしょ、マジっすか。何ですか、妖怪倒せとか。めんどくさいね。実はすごい漢方を切らしててよ。ほうほう、近頃年のせいか仕事前にあれを飲まんとどうも調子が出ないのよ。悪いがわしの代わりに漢方屋へ行ってもらってきてくれねえか。嘘でしょ、マジっすか。漢方屋ってどこにあるの。おう、だんだん坂ある迷信漢方って店だ。頼んだぜ。オッケー、だんだん坂あるんですね。オッケー、わかりました。ただのお使いですね。頼み事ですね。まあ仕方はがない。これをね飲まないとどうやらウォッチラン強化できないので、迷信漢方は下にありますね。まあ近くてよかったね。遠くだったらちょっとイライラしてたけど、結構近いからね、結構近いから、まあまあまあいいでしょう、仕方がないね。さて迷信漢方たどり着きました。ここですごい漢方をもらうんですね。何このおっさん、面白いな。グラサンかけてるね、タモさんみたいな。おほ、長寿の、ああなるほど、あのじいさんにお使いを頼まれたのか。じゃあいつものやつ渡しておくよ。おっと、お代のことは気にしないでくれ。またじいさんが来た時にもらっとくから。すごい漢方を手に入れましたね。金色に光ってる、こらすげえぜ。やばいね、めちゃくちゃ光ってるね。やりましたね。これで調子堂の天使もウォッチの強化をしてくれるはずです。調子堂へ急ぎましょう。はい、じゃあ迷信漢方にて、すごい漢方の方をいただきました。あとはこれをね、調子堂の天使に渡すだけでございます。すぐに渡しましょう。ん？このおじさん何してんの。子供たちを見てるのか。ちょっと怖いよ。中入って一緒に遊んだらいいじゃん。遠くから見てるね、おじさんってものすごく怖いよね。まあそんなことは置いといてね。はい、すごい漢方、調子堂の天使渡しましょう。ウォッチランク強化してくれるはずです。お、ジバニャンもいますね。おお、待ってたぜ、ものすごい元気だね。お待たせ、この漢方でいいんだよね。はい、すごい漢方手渡した。これこれ本当によく聞くんだ、これがありがたよ。これこれうるせえな、何回これこれ言うんだ。では早速ウォッチの強化を始めていただけますか。嘘でしょ、なんで悩んでんの。え、またう、まあそれなんだが、ついでにもう一つ頼まれて。いや、ついでもクソもねえよ。マジっすか、もう一つ何でしょうかね。また妖怪倒せとかかな、違うのか。いや、まだ何か問題でも。実は大事な商売道具のネジ回しはある場所に置き忘れてきちまって。そんな大事なの普通忘れませんって、一体どこに忘れてきたんですか。すまねえ、お使い横丁にある古道具屋でメッケンモンってとこなんだが、あの店の店主夜しか店開けん、変わりもんでよ。嘘でしょ、何そのでかい。やめようよ、やめようよ、得しないって。夜はこの調子堂が忙しいもんで、わしではなかなか取りに行けんのよ。はて困りましたね。代わりに我々が行ってあげたいところですが、そうですよね、夜は外に出られませんから。ですよね、何かいい手があったような気がするんですが。悩んでるね、みんな悩んでるね。それだったらわしの出番だな。お、なんか来た、誰だ。はい、バクですよね。はい、妖怪バク現れました。おお、バクと友達だったのか。だったら話が早い。ああ、夜でも眠くならないようにわしがお前の眠気を吸い取ってやる。でも遅く、夜遅くに出かけたのがお母さんに見つかったら。おっと、そいつは心配だね。ああ、夜に部屋から抜け出すときはわしがお前に化けて親の目をごまかすから。どえらい妖怪だな。というわけでこれなら夜でも安心して出歩けるだろう。あ、照れてる。バク照れてるね。さて行きましょうよ。このバクをね、使うことによって夜も外出れるようになるんですが、これちょっと待って。これ鬼時間のフラグビンビンに立ってない？ねえ。これ多分鬼時間来るよね。ねえ、絶対来るよね。俺わかるわ、もうこれ。前もこういうパターンだったもんね。妖怪ウォッチ初代の時も。こう、あ、待て、導きいたね、今。待て待て待て、どこに行く。導き、待つんだ待つんだ待つんだ。お前はいい子、分かってる。俺そういうの分かってるから、お前止まってくれるよね。どこで止まるの、どこで止まっちゃうの。お、来ましたね、話しかけよう。何が出るかな。おお、宝箱、そしてガチャ。おお、
黄色のコインのかけら、黄色コインじゃないのか、かけらですね。多分どうやらあのかけらを4つ集めるとまあ1枚になるみたいな感じですかね。まあいいや、とりあえず戻りましょうか。お家へ戻りましょう。帰ろ帰ろ、お家に帰ろ。いやでもね、これね絶対鬼時間来るんだよな。もうわかるもん、夜出歩くとかダメでしょ。嫌だよ俺、もう鬼と出会いたくない。絶対ボコボコにされるでしょ。多分来ると思いますが、あら、なんか乗ってるね。どこに行くんだ、乗ってどこに行く。時間の無駄だ、早く降りないと。降りれないね。何これ、どっから降りるの。なんかどっか乗ってるんだけど、これどっから降りるんだ。降りるとこがない。おわお、ハゲたジジイに切れられた。ハゲたジジイにものすごい切れられた。申し訳ない、タクシー。あのの、危ない危ない。子供用のゲームで交通事故はまずいでしょう。はい、家ありましたね。まず家戻りましょう。ジジイにものすごい切れられたね。ハゲって余裕がないよね。余裕がないからハゲるんだよね。申し訳ない、唐突なハゲ批判申し訳ないね。さて行きましょう。家に帰って寝る準備。これはベッドに戻ればいいのかな。はい、ベッドありますね。ジバニャンもいるね。くつろいどるね。はい、朝まで寝ちゃダメだよね。あ、いいんだいいんだ。夜になりましたね。うん、ものすごい眠そうだね。お、バク来ましたね。ではお前の眠気をいただくぞ、バク。おーおーおお、眠気がなくなりましたね。うまうまうま、あの後のことはわしに任せておけ。お、化けましたね。あ、寝るの早寝るのものすごい早いね。オッケー、バクのおかげで夜も行動できるようになりました。しかしこれは鬼時間のフラグがビンビンに立ってるとピーマン思います。何度も言うけど絶対来るんじゃない。来ないか、いや来ないよね多分。はい、お使い横丁のメッケモン行こう。ジバニャン何してんだ。僕はチニマチェーン、ふふふん。なんでここで、なんでここで101回目のプロポーズ。それいる。さて行きましょうか。お使い横丁のメッケンモンですね。オッケーオッケーオッケー、カム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 、すぐに行きましょう。お使い横丁はまだ行ったことないからね、初めてになりますね。行くのは妖怪ウォッチ2本家ではね初めてになります。鬼時間来なかったね。うん、まあいつ来るんだろう。一回絶対チュートリアルはあると思うんで、まあどのタイミングで来るのかよくわからないけど、まあ来なかったんならいいや。怖いからね、あれめちゃくちゃドキドキするんだよね。半端ないあれ、心拍数かなり上がるからね。さて段々坂を通ってお使い横丁へ行きましょう。誰も疑問に思わねえのか、夜子供が歩いてるのね。はい、来ましたね、お使い横丁。妖怪ウォッチ2本家では初めてになります。ここの古道具やメッケンモンで、ネジを見つけてくるんですね。あ、ありましたね、骨董屋。これどうやって行くんだ。わっ、なんか変な小道に入った。なんかよくわからない小道入ったね。こっちから行こうか。コインランドリーとかあるね。あのののののスタミナ切れた。あら、これどこだ。あ、こっちかこっちか。はいはいはい。お、まずい、なんか妖怪いる、妖怪いる。逃げないと逃げないと逃げないと。とりあえずオーマイガー、対戦になりましたね。倒していきましょうか。お、これ僕初めての妖怪になりますね。カラミゾンとウラメシア。カラミゾンってなんか名前かわいそうだね。行こう、すぐに倒そう。ジバニャン行くんだの。ノノノノノ、さっきからミスりまくり。はい、すべての妖怪倒しましたね。バクってよくよく考えるとめちゃくちゃ怖いよね。あの牙やばすぎるでしょ。口も開きすぎるしね。ちょっと怖いよ、ほんと。見た目結構怖い妖怪だからね。気をつけないと、食べられちゃうとかないよね。ミュージックカード、はい、ミュージックカードなるもの手に入れた。これよくわからない、なんだろうね。
まあいいや、はい、ことやりますね。入りましょうか。はい、メッケン門にたどり着きました。え、これ天使、あ、天使上か、あ、天使下だね。子供も来てるね。ん、うちのガラクタに興味あるのか。お前さん変わっとるの。あの調子堂のおじさんの、ん、調子堂、ああ、時計屋のじいさんの忘れ物だな。やっと取りに来やがったか。あのじいさんいつまでたっても取りに来ない、来やしない、来やしねえから、こっちも困ってたのよ。ほれ、こいつがじいさんの忘れ物だ、もうなくすなよって言っといてくれ。そんなに取りに行かなかったのか。はい、匠のねじ回し手に入れました。はい、これでウォッチランク強化できるはずです。これでまだ強化できない、そんなことはもうないよね。でもこれって何の店なんだ、ちょっと気になるね。買いましょうか。何あんのこれ。あ、経験値玉とか売ってんの？マジ？やばすぎるね、この店。これレベル上げいいね、買うとき。うん。はいはいはい。マジか、経験値玉売っていいのか。なんか話してる。お？俺のメッケンも。なかなかやるな。お前は？じじゃーん。いいね。何がいいんだ？他にもある。じゃーん。お？俺でも、あ、同じことしか喋ってね。同じことしか喋ってないね。びっくりした。もっと他に会話内容あるだろう。来たー！うわー、出た出た出た！出た！やばい！来たー！鬼時間！嘘んでしょ？この流れで？間違いありません。あれがやってきます。わわわわ、やばいやばいやばい、来た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 、もう怖い怖い、もうほんとドキドキするんだよな。うわー、いるよこれ、怖いな。まあ、お待て、めちゃくちゃ切れてんじゃん、これまずいよ。あ、やばい、心臓がドキドキしてきた。早く戻らないと。とりあえずバレなきゃいいんだよね。バレたら追いかけてくる。出たー。鬼時間には怖いお仕置きされちゃうには、なんだ怖いお仕置きって。あの金棒でバーン殴られるのが。とにかく今は逃げましょう。バレないようにね。でもさ、逃げるってどこに。え、おいおいおい、とにかく逃げるんです。行きましょうか。まずい、鬼は近くに、うん、大丈夫か。これでもどこ、普通に逃げたらいいのか。あ、商店街入れない。え、ちょっと待って、こっち行けないの。お、ウィスパー、俺たちどこに逃げてるの。あ、出口出現しました。ピーマン君見つけました。ゴールはあそこです。あの襖をくぐれば元の時間戻ることができるはず。とにかく今、走ってあそこまで逃げ切りましょう。これアイテムあるよね。はい、地図の目的、出入り口を発見しました。これ何？あ、取るとなんかあんのか。あ、スタミナムか。これ飲むとスタミナがあれするんだね。あ、こっちから行けるんじゃない？行けない？あ、行けるね。待て、いるいるいる、普通にいる。そこ妖怪いる。後ろからバレないように行こうか。後ろからバレないよう振り向かないよね。急に振り向いたりしないよね。頼むよ。急に振り向いたり、そんなことはしないよね。しないよねったらしないよね。オッケーオッケー、その調子でいけ。もう、あ、どっち向く、どっちから向く、どっち、もう、おまえが、わー、見つかった。しかし出口はそこまで来てる。わーお、怖い。おー、セーフ。あ、いや、あかんでしょ。子供相手にそれガンやったらもうぐっちゃりでしょ。普通に殴ってくるんか。はい、なんか終了しましたね。なんでしょうか、これ。鬼玉パワー。お、鬼ガシャタイム。鬼ガシャを回す。どうやって回すの？回すでいいのか。はい、鬼ガシャ回していきましょう。これも初めてですね。新要素か。
お、お、ミニ経験値玉。はい、いろいろと戸惑ってますね。鬼玉パワーに、鬼ガシャってなんだ。鬼時間では子供たちの見る悪夢、鬼は子供たちの心配事や恐怖心を象徴した幻だそうです。でもなぜ現実が起こっちゃうんでしょうか。いや、謎が深まるばかりですね。はい、鬼時間のヘルプが追加されました。いくらバグのおかげで夜に出歩くことができるようになっても、夜に子供たちだけで遊び回るのはやはり危険だということですね。何にせよこれから鬼時間の発生気をつけなければなりません。はい、じゃあ僕自身初めての鬼時間やってまいりましたね。もうとにかく心臓がドキドキ。やめてくれ、あの赤鬼ものすごい怖いんだよね、顔が。もうやめろ。OK、じゃあ調子堂に向かいましょう。これで妖怪ウォッチランク強化してくれると思いますので、これでまだしてくれないってなったらさすがにもうこっちはイラッとくるよ。ねえ、3回目はないよね。はい。おお、それこそわしが愛用しとったねじ回しじゃ。いや、よく持ってきてくれたの。おかげで仕事がはかどるってもんよ。さあ、こっちに渡してくれ。はい、匠のねじ回し手渡しました。これでできると思います。これでできないってことはないよね。よし、妖怪ウォッチの改造を始めるぞ。ちょっと待ってな。お、来たね。よかったよかった。本当大丈夫かな。一番大切な道具をどっかに忘れてきちゃう人だよし、また何か思い出された。面倒です。ここは奥口にチャックですって。何か言ったか。耳が遠くてよかったね。よし、できたぞ。これでウォッチ強化完了だ。はい、来ました。これで妖怪ウォッチランクが上がりましたね。これでもっと強い妖怪が見えることができるはずだ。あとはお前次第、せいぜいうまく使う。凝ったな。凝ったなってなんだ。はい、妖怪ウォッチランクが D ランクになりました。ありがとうございます。これでもっと強い妖怪とお友達になることができますね。妖怪ウォッチの性能を表すもの、それがウォッチランクです。ウォッチランクをアップすると強い妖怪と出会うことができたり、ウォッチロックという封印された扉を開けることができます。調子堂の天使の民軍頼み事を聞けば妖怪ウォッチを強化してもらえます。ウォッチランクが上がれば見える世界も広がっていくでしょう。強い妖怪とも出会えますしね。はい、じゃあこれにて実況の方を終了したいと思います。次回はメインストーリー桜町第一小学校の方に向かっていきますので、もしよかったら次回また見てくださると嬉しいです。今回は鬼時間があったりといろいろとねパニックになることが多かったですが、次回の実況はもっとねパニックにならないように実況していきたいと思います。 OK、 じゃあね、ご視聴の方ありがとうございました。また会いましょう。